よくこうその会社の窓の外からぼーっと眺めてると、まあ、よくこうふっとこうそれがこう 別世界の建物とか街並みに見える時があったりとかして、こんだけこう複雑で入り組んだ駅とか地下とか、あとはその首都高速道路のもう複雑なその絡み合ったその外観もそうだし、まあその人間のこう動脈というか神経というか、そこはやっぱりそのいろんなこう才能を持った人たちが集まってて、でその中で一緒にやらせてもらえるっていうのはすごく勉強になります。For nearly three decades, the Final Fantasy video game franchise has captivated fans with complex characters and epic worlds to explore. And now, the time has come to explore the real world behind the fantasy. I'm Allie Hillis, the voice of Lightning. This is Inside the Square. This is where the powerful visionaries behind Final Fantasy weave their magic. This is Square Enix.映画とか子供の頃から好きだったので、やはりゲームの世界でもその映像が綺麗だったりストーリーがこう、ドラマチックだったりっていう部分で、ロールプレイングゲームっていう部分に非常に惹かれていったっていうのがありますね。まあ、その特にファイナルファンタジーは映像とストーリーに特に凝っていましたので、まあそこの仕事として就職したという形で、まあ、そこからゲーム制作に関わって今に至っているという感じですね。 Hello Lightning.Welcome home. ファイナルファンタジーってこうシリーズ、まあ、もう25年やっていて、いろんなこうファイナルファンタジーの中でもいろんなこう幅のある作品があるので、みんなにはそのこれまでの25周年を迎えてファイナルファンタジーがどういうふうに成長してきてるかっていう話をちょっとしたんですけど、まあ、ここから先25年もやっぱり作品ごとにファンを作っていくことで、まあ、ファンのみんなが思うファイナルファンタジーと僕たちクリエイター側が作り出したいファイナルファンタジーの世界っていうのがどんどんもっと融合して、大学生の時に FF7 に出会って、あ、これだ、これがやりたいんだっていうことを思って、学校の先生に進路として話すわけじゃないですか。勉強もう僕は進学校だったんですけども、もう進学しないでゲームを作りますって先生のところに言いに行くと、もう先生も手の打ちようがないんで、まあ後ろで好きに書いてたらって言われて、こう教室の後ろで自分で企画書を書くみたいなことをやってました。今回はその最初の方で結構その普通のスタッフというか全員参加でこうどんどん面白いアイデアがあったらどんどん出して共有しようみたいなやり方をしてたんで、例えばまあ今回どういう世界観や絵面にしたいですかみたいな感じでいろんな意見をみんなが出してくれて、結構それも参考にしたりして、僕の中ではまあなんとなくイメージあったんだけど、まあその中でこうそこと同じようなアイデアを持ってる人が他にもいたり、それくらいこう新しく何か変わっていけるっていうものがファイナルファンタジーの持つ強さだとも思ってます。そこに新しさはどういうふうに混ぜていくかっていうことは常に考えていますので、 It's the most successful role-playing game franchise in history with sales of over 100 million games. Since the first game on NES, Final Fantasy has grown to include 15 numbered games across all major gaming platforms. Though each game features different characters and different worlds, they're connected by distinct art direction and a visionary approach to storytelling. よく自分の生活の中すべてから影響を受けて活かせたらいいなと思いながら、普通になんか見たものがあいいなと思ったら、なんかこう携帯で写真撮って資料にしたりとか、そんな感じです。ゲームに触られたことない人でも普通に映画やテレビを触れた感覚と同じ感覚で、入っていけるところがこうファイナルファンタジーの魅力かなと思います。 Final Fantasy 13 is the first game in franchise history to receive a trilogy. でそこを、壮大な神話をかっちりと作ったので、そこを全部描き切るために、
3作品のこうドラマにしたと。そのライトニングリターンで、まあ、あの1作目のファイナルファンタジー13からそのファブランドバックリスタルス、新しいクリスタルの物語とい う, こうクリスタルの神話っていうのはまずベースに引いていまして、我々の現実世界も、普段生活すると別にそれぞれのこう人が持ってる、まあ、神話だったりもしくは何かしらのこう、伝説だったりっていう部分を、まあ、信じてたりもしくは信じてない人でも何かしら影響を受けて生活してると思うんですけども、1作目ではその一部しか描かれてはいないので、2作目3作目を通してそれでも全部ではないんですけども、ある程度その神々の物語でその神々のこうなんですかね、考え方にこう翻弄されていくこう人類というか人間たち。Players will now experience the finale of this epic saga. 非常に今回ライトニングリターンズ、ファイナルファンタジー13の出発点はシンプルで、その前2作で、起こってしまった事実で滅びゆく世界、まあ、滅びゆく世界のそれぞれ、なんですかね、その世界は今終わろうとしていて、その世界終わりを迎える時にどういう態度の人々が住んでいるかっていうので分かれています。こう表現したいなと思ってるのは、その滅びゆく世界に取り残された人々がどう生きているかみたいな、この人がすごくもう年を取らずに、まあ、新しい命も生まれずそのまま500年という月日が経っていまして、じゃあライトニング主人公は何をするかっていうと、滅びゆく世界に生き残った人々の心を救うというか、世界を救うこと自体が、今回のテーマではないってことで、RPG としては非常にも珍しいと思うんですけど、そこに住む人々、ライトニングたちがどう救っていけるかがテーマなので、お客さんのフィードバックをもらってよりもっとその見るだけじゃなくてプレイに参加したいと、プレイヤーがより積極的に物語に介入して、そこにユーザーがライトニングの分身として降り立って、世界を体験していくという意味がすごくその3作を通して行き着いた結果、大きく、進化した部分だと思っていますというコンセプトでワールドドリブルというような、コンセプトのゲームになってます。 I'm more powerful than I ever was, but it came with a price. I'm not even sure if I'm human anymore. ライトニングというキャラクター非常に人気も高いので、まあ、今回タイトルにもありますようにライトニングが復活して活躍してくれるので、まあ、ユーザーにとっては、まあ、一番そこがエキサイティングだとは思うんですけど、ちょっと前のワールドツアーで実際のファンのコミュニティの方にプレイを見てもらったんですよ。面白かったですね。そのあたりをこう見せた時のリアクションが ねすごい良かったですよね。どうしても前作やってる時にライトニングでどちらかというとこうサブキャラクターだったんですよ、うん、ファンの人たちからしてみたら今回の作品っていうのはこんなにライトニングいじれるの、だからそれがすごく喜ばれてるのかなと思いますね。キャラクターの魅力とキャラクターのこうなんですかね、アクションの魅力っていうのがあると思うんですけども、そこに関しては今回のライトニングリターンズも RPG ではあるんですけど、1作目2作目とは違ってそのアクションゲームかのように強化されてるのがあるので、それぞれ過去のキャラクターたちも登場して、まあそれぞれキャラクター性にクローズアップしたイベントというかシナリオになってると思うんで、まあその辺が楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますけど、ノイルは2作目から登場しているキャラなんですけども、今の時点で多くは言えないんですが、ただ非常にこう2作目の時点で心にこう傷を負ったキャラクターでありますので、そこは逆に3作目でライトニングリターンファイナルファンタジー13でどういう、キャラクターに成長するのかはお楽しみにしてもらいたいかなと思います。ファンの方からも非常に人気が高いキャラクターなんで、ぜひ最後には、ファンの方にはなんか満足できる形で登場させたいなと思っていますけど、なんか今回はずっとサポート役 の, ホープくんがいるんで、その彼との関係とかにちょっと期待したいなと思ってたりしますけど、どうなのかちょっと楽しみです。バリラ非常にこうキュートなキャラクターで、非常に大きな運命を背負っていて、見た目よりもすごくしっかりしてるキャラクターです、最後どうなるかはちょっとお楽しみにしていただきたいなと思います。サッツってなんか異色ですよね。
あのキャラクターってすごく親子愛っていうのが描かれてたんですよ、サーティーンの時から。すごく人間味あふれるゲームキャラクターなのに人間っていうものをすごく感じるキャラクターだなと思って、僕は個人的に大好きなおじさんです。サッツはお父さんになってほしいですね。スノーは変わらないと思います。あの変わらないところが非常に魅力的だと思うので。 I'd begun to worry that you weren't the Snow I once knew.But it looks like nothing will ever change you. やはり最終的には世界というよりも、まあ、人、まあ、FF シリーズはやっぱりキャラクターをこうキャラクターを主軸にドラマが展開するっていうのを重視しているので、その人をどう救うのか。 The world in Lightning Returns is governed by a new game mechanic called the Doomsday Clock. 今回一番最初に、ディレクターの鳥山がそのワールドドリップという単語を発した時に、そこから何かそのゲームのベースになるものを考えていくという時に、まあ、プレイをしている時に、目標を達成するまでの時間が決まっていて、それがいわゆる余命時計になるわけなんですけれども、目的を達成するようにというようなところが目的になるように作っています。13日しかないとしたら、何をやるかと思います。難しいですね。これみんなに聞いてるんですか。今まで通りに過ごしてしまうかなと思います。この星を脱出したいですよ。世界を守る、終わらせない。それでもやっぱり13を完成させます、13日で。 But it's not just about the end. In Lightning Returns, every day matters. その中での24時間に沿って、あのゲームの中のキャラクターたちがこう生活してるんですよね。今までこう訪れた場所であっても、その24時間のサイクルの中で、まあ、ショップの店員さんだとか歩いてる人だとか、その雰囲気がどんどん変わっていくので、夜は危険で昼は安全、それはあの今回登場している国によってやっぱり違うところがあって、建物としては今まさに作ってる途中なんですけど、この間入ったのが大時計塔っていうのがルクセリアの街にあるんですけど、僕はあの配置した時に思っていた以上にものすごく大きくて、街のどこからでも見えるぐらいの大きさなので、初めて見たらその根元まで行くこともできるので、ぜひ見上げて見てほしいと思います。このシリーズの中で今まで作ったやつだと、その世界をこう見て回るとか、まあ、そこのに住んでる人たちの生活に触れるとか、そういうのを観察するっていうことがまあできないようなあの状況が多かったんですけど、僕がまあびっくりするっていうものがあるかわからないですけど、あの NPC がいろいろな小物に対してすごく豊かな反応を示してて、でやっぱりそのいけないところがなくなった、もうその世界を直にこう歩いてる、ダイレクトにこう歩き回って見える場所っていうのはもう行ける場所っていうふうになってるんで、まあ自然にこう間違ってっていう、そのなんていうんですか、全部それがこうつながってるシームレス感みたいな体感ができるっていうところがすごくこう違うなっていう、でそこの生活してる人々の中に入り込んでいくっていうのがテーマなので、人々をどう救うかっていうのがやっぱり、フォーカスしていこうとした理由ですね。New battle mechanics focused on a single character will help players achieve their quest.13と13分の2というのが、複数のキャラクターを同時に動かすということで、いろんな作戦を練ったりするところに重きを置いてゲームを作ってました。で今回のその1人でそのキャラクターだけを動かすっていうところに落としてみてはどうかなというのが、今回の、バトルの一番最初の発端ですね。随分と直感的というか、自分でキャラクターを動かしてる感というのをどちらかというと今回は強く出している感じですね。バトルってずっとこう3作通して進化してきてる、あのすごく重要なパートでもあるんですよね。でそんな中でもしっかりとこう戦術の仕組みであったりとか、ユーザーさんが こだわってもらえるようなポイントっていうのがいくつも盛り込まれていて、うん、結構ストレス発散できるぐらいバン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 っていう激しい戦い方ができるので、今回はそれが多分かなりね、すっきりするポイントですよね。テンション上がると思いますよ。アクション要素を強くしましょうっていうことで、ライトニングができるアクションっていうのもあのかなり広がったんですけど、で実際はしごで登ったりとか、あのどっか鉄に捕まったりとかっていうところが入ってきて、
バトル中に崩しっていう要素があって、まあ、バトル中にあの敵、攻撃するチャンスが増える要素があるんだけども、やっぱ凝り性の方とか、私そうなんですけど、あのカスタマイズであのかなり戦い方も変えれるので。And for the first time, Nomura's designs have inspired an entire customizable collection for Lightning Returns. 衣装を好きなものを選んで、武器や盾も好きなものを選んで、最後にデコレーションで着飾ってあげる。こういった、自分なりのライトニングを見つける楽しさを用意しております。自由に好きな組み合わせをできるんですけれども、一応おすすめとしてコスチュームに合った武器と盾は用意してあります。ですので、自分で選ぶのが難しいとか苦手な人はこの組み合わせを選んでいただけるといいかなと思ってます。今回は衣装だけではなくてですね、武器や盾などもたくさん準備してあります。武器と盾はそれぞれ80種類ぐらいずつ用意してます。で、盾についてはですね、今までファイナルファンタジー13、13-2 となかった要素ですので、今回完全に新規で、追加される装飾品ですね。で、もちろん、衣装と武器と盾の組み合わせはユーザーが自由に選ぶことができます。 You don't want to get in my way. You might still have scruples, but I don't. Myth and legend have always dominated the world of Final Fantasy.But they're not limited to the game. As it turns out, Square Enix has a legend all its own. Designer and artist, Tetsuya Nomura. 直接お会いしたいことは少ないんですけれど、なんでそこまでこうそのなんていうか CG キャラクターを人間として見れるんだろうっていう、あのすごく不思議な能力を持つ人ですね。やっぱ彼のすごいところはもうそのなんていうかね、やっぱりイメージ力ですよね。あの本当に信じられ、僕でもちょっと信じられないぐらいこう正確なんですね、それがね。まあ、よく僕もやり取りするんですけど、例えばこう CG だとこう CG っていうのはこうずっとこう拡大していくと一つのこうピクセルなんですけど、その1ピクセルっていうのがあって、1ピクセルの何分の1ぐらいのところまでこうズレが分かるんですよね。例えば出力した絵とか見て、この目のまあ、例えばここの部分をあの 98.何% に縮小して左に何何ドットずらしてくれとかっていうのをこう、そういう指示が来るんです。信じられない、あんなことはできない。キャラクターを、まあ、ビジュアルも含めてあのトータルでプロデュースできる、例えば動きであるとか、あのその衣装のまとい方、こう仕草の一つとか、表情の付け方のすごく細かいところまで人間として野村哲也ってのはすごく才能があるあのクリエイターだと思ってます。ライトニングを、美しくかっこよく見せようっていうのが全員 の, あの共通の、うん、なんていうんですかね、目標というか、あの、まあ、今まで彼女が本当にその着たことないようなタイプの衣装も作ってみようとか、いろんなこう一面を見てもらえれば、ワンの頃からは一人のこうなんですかね、一人のこう戦士というか戦う戦士としてっていうところだけであったのが、まあ何作か回を追うことによってよりこうなんだろうな、世界の運命的なものを背負うようになってきた。それはさっきのクリスタル神話にもかかるんですけども、神々だったり世界の、運命を、だから宿命を背負ってきたって分では非常にこう背負うものが変わってきて、非常にこうどんどんどん強くなってキャラクターだなと思います。 I've been fighting Destiny for a long time now, and I'm getting good at it. These unprecedented levels of customization not only alter Lightning's looks, they also change her abilities. ライトニング様がとにかくかっこいいです。動きとかすごいかっこいいですよね、スタイルチェンジがすごいかっこいいですよね、いっぱい服あって、はい、すごい楽しくたくさんデザインできたかなっていう。まあ僕の気に入りは、僕の気に入りはやっぱりあの野村哲也がデザインしたあのいわゆるベースになっているあの衣装はすごい、まあ、とにかくもうライトニングのかっこよさを堪能してもらえればと。 I'd introduce myself, but I'm guessing that you already know who I am. Music is another way the creators bring the world of Lightning Returns to lifeはやっぱりライトニングが活躍するのが今回のゲームなので、音楽もいわゆる一番最初の13の時のライトニングの閃光っていうテーマのフレーズがいろんなとこに出てくる、まあ、どっかしらなんか彼女の存在を感じさせるもの
に音楽もなればいいな、そういうものを目指して作ってると思います。これからのファイナルファンタジーがどうなっていくのかの礎みたいなものを今作ってるっていう感覚があると思うんで、エスニックな要素がいろんなとこに入ってきてるのかなっていう印象があって、で具体的には結構パーカッシブな、感じが結構こう前に出てたりとか、まあ、最終的には面白いかどうかにつなげないといけないっていうところは多分ゲーム特有で、ゲームのサウンドディレクターっていうのはそこだけがとにかく最終ポイントとしてもゴール地点にして一生懸命考えるっていう仕事だと思ってます。フォーリーサウンドってあくまでその絹ずれとか、まあ、フットステップって呼ばれる足の歩いてる音とか、 The result is the most dramatic Final Fantasy score yet. 聞いても心に残るようなものを自分では目指して作ってるつもりなので、音楽もやっぱりゲームの中ではただの一つの演出要素なわけですよね。音楽が一つのゲームを盛り立てるための一個の材料であって、ノブオさんっていうそのイメージっていうのがやっぱりファイナルファンタジーは結構ずっと付きまとってる部分があると思うんですね。今僕たちがそのファイナルファンタジーっていう作品の音楽を担当させてもらってるっていうのは、そこをやっぱりリスペクトしながら、今の僕らの世代っていうのが違うものを表現しないとダメっていうところに来てるんですね。 This art and music along with architectural inspiration from Tokyo itself combines to create a unique new world. 作ってて楽しいことの一つが取材ですかね。街を歩いてたりとかして見かける風景とか建物とか写真とか、写真をよく見るんですけれども、参考物とかで、 でも実際に行ってそのスケール感とか空気感とか肌で感じてきたものっていうのも意外と大きくって、それを大事にしたいんですけど、築地良かったですね、うん、意外とあのレトロな感じのちょっと匂いだけを我慢東京が結構いろんなやっぱりすぐ行ける場所にいろいろなこうロケーションがあったりして、でちょっと制作に詰まったりした時にそういった場所に出かけていて、すごくあの都市の部分だったりとか、あと海辺の方だったりとか、あと結構年代が経ってるような場所に行ってみたり、でそういうところを歩きながら、あの今どうしようかなって悩んでるところの部分のアイデアのちょっと参考になったりして、でそこの風景見ながら、あちょっと煮詰まってた部分はこんなテイストにしてみようっていうので持ち帰って、現場のデータに、流し込むとかっていうことはやったりはしてましたね。再現するわけではなく、そこを取っかかりにして、まあ、新しい見たことないオリジナリティのある世界観を作り上げていくっていう感じで考えました。今回の、ライトニングリターンズはノバクリサリアっていう新しいあの世界です。まあ、最初は一つの小さな島でを作ろうっていうのであの立ち上がったんですけど、そこからこうだんだんアイデアが入っていくにつれ、こう最初小さな島だったのがだんだん広がっていって、でそれぞれの島に分かれていって、そこに特色が出始めて、で一つはその例えば死を前にして平穏に神様に祈りながらこう生活をする静かな人たちが暮らす、まあ、ルクセリオという宗教都市、はい、あります。信仰心と、あとはそのあの混沌としたこう、まあ、犯罪者というか、あとはあの自然地形ですね。本当にあの緑豊かなところ、広い世界を歩けるような、ビルダネスっていうところと、まあ、森の中にはまたちょっとした集落があったり、前作にも登場しているあの遺跡の名残みたいなのが、砂漠 と、岩がたくさんある、そのデッドデューン、その中にまあこう海岸線があって海が広がってたり、あのここもなかなかその面白いロケーションかなという。もうせめて終わってしまう世界だったら楽しく暮らそうよっていう、あのすごく享楽の都、あのユスナンっていういろんな楽しみを見えるように、例えばなんかパレードがあったりとか、あの噴水でショーがあったりとか、あの闘技場があったり、アメリカでいうとこう、ラスベガスとかのイメージなんですけど、その4つの大陸が、今回の、舞台になってます。
You deserve a new beginning, and I can take you there. モノレールみたいな電車がこう走ってて、それにまあ乗って隣の町に移動してみたいな。モノレールはそうですね。まあ結構僕毎回やりたいんですよね。It's the legendary design, score, and setting that make the world of Lightning Returns more immersive than ever. 本当にその世界に飛び込んで、まあ、直接触れるというか、そういうところをこう強く出したかった。ファイナルファンタジーが持ってる華やかさというか、まあ、独特の世界観みたいなところは、まあ、追求できてるんじゃないかなと思います。ライトニングのモデルから、まあ、質感とか、まあ、表情の動かし方とか、まあ、全てを、まあ、一応一から見直して、とにかく新しいもあり、まあ、今までのライトニングをさらにこうバージョンアップというかスケールアップさせて表現しようっていうのが、まあ、ビジュアルワークスの今回の意気込みというか狙いというか、ね、コンセプトですね。今ほとんどベースのアニメーションはモーションキャプチャーで撮ってしまうんですね。 Like I said, I don't have anything to hide. Let's go!全てがこうなんですかね、ハイクオリティな CG で表現できるようになると、その見るパートと触るパートっていう、こう分け方ではなくて、どんどんどんその境界線が曖昧になっていくというか、融合されていくっていうことですね。今のゲームはすごくハイクオリティな CG を見ながら、自然とその自分の操作もコントローラーで操作して、そのキャラクターが動かせたり、そのドラマの何ですかね、その展開をこう自分の操作によって変えたりできると。いう部分に進化していってるので、よりこう綺麗なビジュアルでありながらも、より没頭できるような、進化を遂げてきてるのかなと思います。 I bring you salvation! Every aspect in the conclusion of this epic saga is poised to excite fans and attract new players to the franchise. Yet none of this would have been possible without the leadership of visionary director Motomu Toriyama. すごい巨大なプロジェクトなので、ともすれば見失っちゃうところなんですよね。一つのビジョンに向けて、チーム全体を持っていくと、そこが強みだと思います。はい、ものづくりに情熱をかける方ですし、これぐらい真摯にやらないとダメなんだなと、ものすごく考えさせられる上司ではあります。自分の表現したい世界が先に来て、まあ、ディレクションする立場になったこともあって、自分の表現したい世界っていうのはそれぞれのスタッフが持っていただいたものをうまくまとめ上げていくっていう、やっぱりグループで作ってるっていうのをすごい意識してるんで、だからすごく今回新しくライトニングターズから始める人でも、なんですかね、予備知識なかったとしてもストーリー的にもすんなりと入れます。まあ、今回はやっぱりライトニングの最後の作品っていうことで、きっとファイナルファンタジー13から13-2へ来たぐらいの変化の度合いだとみんな思ってると思うんですけど、もうゲームの中身がもうガラッと変わってるし、まあ、例えばシリーズものできっと見たことのあるマップとかまた歩くのかなと思うこともあるかもしれないけど、実はほとんどのリソース、グラフィックのその背景ですね、世界を作ってるリソースは全部一新してるので、すごく新鮮な冒険が楽しめると思います。Even in its 13th iteration, Final Fantasy remains on the leading edge of action RPG innovation. 世界を作ってるリソースは全部一新してるので。God of Light has made a decision. He's going to build a brand new world. ファイナルファンタジーが実際に動いたり表現する場が、その時のその時代の一番とんがったメディアで、動いてほしいというか、まあ、具体的に言うと、今はたまたまゲームっていう舞台が非常にクールなものであるから、そのゲームというプラットフォームの上でファイナルファンタジーが遊べるんですけど、その時だから25年後にどんな形のものがファイナルファンタジーと呼ばれているのかというと、まあ、正直想像もつかないし、例えば同じようにゲームのまんまのファイナルファンタジーなのかっていうこともきっと分かんないというか、それをまた違う表現になってる、まあ、次の世代のファイナルファンタジーってどうなるんだろうねっていう使命を背負ってる作品をこう作って一緒に作ってきた。